大谷、今日はデコピンも連れてきてますよ。結果、ドジャースの大谷翔平投手が16日、日本時間17日、第94回オールスター戦を前にテキサス州アリントン市内で開催されたレッドカーペットショーに4年連続で参加した。大谷は予定通り、マミコ夫人と共に手をつないで登場。裏地に、たくさんのデコピンが描かれたおしゃれな茶色のセットアップを着こなし、白のスニーカーを合わせたマミコ夫人は純白のノースリーブドレスで、大谷と談笑しながら100メートルほどのレッドカーペットを歩いた。大歓声も沸き起こる中、大谷がファンにサインする一幕、また連れてきているはずの愛犬デコピンの姿はなく、裏地のみの参加となった。大谷は、まず選んでいただいてありがとうございました。何度来ても素晴らしいですし光栄です。マミコ夫人は普段にはない格好なので、試合は今日は楽しみたいと思います。一打席集中しながら、自分の持っているものをしっかり準備して出せればなと思いますとインタビューに答えた。その後、現地放送局のインタビューに応じた大谷はスーツについて、ジャケットの色は自分の愛犬の色で、中に自分の犬がプリントされてます。母と笑顔を見せながら解説。実際に裏地を見せて、インタビュアーが大笑いする一コマもあった。デコピンスーツかわいい。デコピンと歩くの？不思議に思っていたらこういうことだったんだ。デコピンをどうやって連れてくるのか楽しみだったが、まさかこんな方法だとは想定外。いろんなことを考慮して、実際には連れていけないと判断して、前から準備してたんだろうな。いつもと違う場所だから緊張してカーペットを汚しちゃう懸念があったんだね。昨日質問されて、にやりとしてた理由が分かったね。無邪気にスーツを広げて笑う大谷さん。異様をなしつつ、常に自然体というのが余計にかっこいい。いつまでも屈託のない笑顔を見せる大谷だけど、レッドカーペット用に一目足し込むあたり、スーパースターとしての意識も出てきたかな。デコピンかわいい。日本の愛犬家、愛猫家のスーツにも流行りそう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。